なんでそこで立ち往生してるの？お願いだからスタックしてる、もしかして積んでるじゃん。じゃあ俺一歩も動けないのに。おい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 、どうも鳥の爪ダンソトです。 11F 続きの方やっていきたいと思います。前回の動画は概要欄から見れるようになってます。11階がない建物の11階を目指していく、そんなホラーゲームですね。さて前回は2階と3階を中心に探索を進めてきました。前回のラストシーンで襲ってきたあの猫のようなキャラがどうやら出くわしたら絶対に逃げないといけないハンスというキャラクターだったようです。見つけたヒントとしては7階から11階に向かう何かがあるかもしれないという点ですね。さらなる手がかりを求めて引き続きやっていきましょう。ということでスタート。取り詰め。さあということでやっていきましょう。まあでも今まで通りじゃあ普通にこっち側の赤の扉から上に上がっていく感じでいいのかな。なんか引きずってるような音がなんかだからもう敵の可能性があるってことだよね。ちょっと対処方法に関してまだ分かってないキャラクターとかもいるというかね、まだ出会ってないやつとかもいるからちょっとその辺分かんない部分あるかもしれないんですけど、とりあえず上の階かな、3階4階あたりに行きたいんだけども、まあ、怖いな。なんかこの音もさ、エレベーターの音なのか、その敵が徘徊してる音なのかもよくわかんないわ。3回来たらだろ？あ、音楽鳴ってる。これは？大丈夫なのか？上行ってみようか。ハンスいないよね。まあ、ちょっと、一回襲われたことで軽く、軽くトラウマ見たくなってきた。いいや、4回行こう。あ、OK、セーブ入ったみたい。セーブもクソもないよなこれな。でっかしたらもう襲われるんだから。だってここは開かないみたいだね。なんか変なボールのドリブルするような音がずっとしてる。奥まで行っちゃっていいかな。あ、これ反対側のところまでやってきた感じかな。ここから逆に下に降りてみるとか、上に行けばねそれこそ7階とか目指せるかもしんないけど、これでまた3階に戻ってきて、こっち側はまだ全く見てないエリアなんじゃない？それこそ鍵とか持ってんじゃない？あ、入れそうだ。あ、行ってみようか。閉じとこう。ここは？うわ、不気味！何これ？あ、なんかでもインタラクトできるね。やってみようか。あ、なんかアイテムが必要なのかな？ってことじゃさすがに持ってないよね。パズルのピース、なんかそれこそマネキンを完成させないといけないのか？で、これは？触ったりはできないのかな。ちょっとまあ順番に引き出しとか開けつつ、あ、やった、鍵だ。何番あってもいいですからね、鍵なんかね。緑の鍵が基本的には部屋に入るために必要で、赤の扉はちょっと重要な場所に行くところっていう感じなのかな。ね、そんな感じするよね。で、一番奥は、ここ、お、扉だ。ただ血みたいのがついてるけど。あ、こーわー。ちょっと待って。進むよ。なんか洞窟みたい。え？黒い墨で一面をブワーって塗ったかのような、それでいて洞窟のような、あ、不思議な空間。子供は子供ですか？蓄音機？何どういう状況？あ、なんか降ってきた。何？顔だ。パズルのピースなの、あなたは。何演出怖っ。すごい笑声。あ、待って、元来た道がなくなってない？これがなんか蓄音機になってて音が流れてる感じだったな。あ、でも触れないみたい。あ、なんかいるのか、動物。あ、怖い怖い怖い、ちょっと待って、鳥肌立つんだけど。ちょっとやめて、このどんどん迫りくるような音。何なんだよ、笑うなよ。何が面白いんだよお前ら。なんか別の場所に、あ、上登れる。あ、あった、ハサミだ。ちょっと上登ったところにハサミがあった。これで何かを切ってあげるってこと。これじゃあ髪の毛なのか、もしかして髪の毛。なんか迫りくるような音してるけど。うー、ここここ。あ、馬の毛とか、そういうこと。それこそ筆に使ったりするよね、馬の毛とかって。そういうところでなんか絵とかが関係してくるとか。え、わかんないけど。あ、勝手にフラッシュライト消えたぞ。大丈夫？ハサミここで使えたりする？使ってみよう。あ、ハサミで髪の毛やっぱ切ってるわ。あ、俺が操作するのか。貯金、あー、666を越していく。6が4つです。
これは一応メモしときましょう。どっかで使うパスワードだね。あーで、蓄音機怖い音鳴ってる。こっち側は暗いけど、いけるのか。あ、なんかある。テレビだな。あ、で、これのダイヤルだったんじゃない。なるほど。1、2、3、4、5、6。6が4つ。解錠。開いた。赤い鍵だね。じゃこれもらっていこう。ここは戻るよ。人の影に見えてくる。このまたなんか歯医者みたいな音、ほんと定期的にするのやめてほしいな。怖い。あ、じゃあこの部屋はこれで終わりかな。大丈夫そうだよね。開けていこうか。あ、クーラー、うっ、よし、出ていこう。で、そのもやがかった方向まだ全然見れてないから、とりあえず右側から緑の扉で開けたところ。ああ、もう完全な廃墟って感じだね。なんかあるかな。この辺は何なんだ。なんか焼け焦げちゃってるような感じだけど、メモ帳がありますね。読んでいきましょう。私たちは皆救われなければなりません。主の再臨があるとき、世界は終末を迎えることになります。主の裁きによって偽りと真理が区別され、行った通りに裁かれるでしょう。12月です。葬儀の鐘の音とともにその日が近づいたことを知りました。何も持ってないからこそ恐れることはありません。羊さんの言う通り、これは全てんのかけらですから。ほう、そのやっぱ伏せ字になってるところがなんかヒントなのかな。何のかけらなんだろうね。でも葬儀の鐘の音とかっていうところもさ、なんかそのお父さんの死を予言していたかのような雰囲気も感じるし、どうなんだろうね。必然だったのかな、この主人公がここに来るのは。あ、これどかせるやつだ。そうだね、一応クリックとかするとどかせたりするもんね。手前のトイレのところとか何もなしから、これが開けられるね。開けてみよう。あ、鍵だな。もらっていこう。じゃあ元の方戻っていこうか。とりあえず1個鍵をゲット。でも緑の鍵を1個消費して、でまた結局1個手に入れてっていう感じだもんな。そんななんか意味がないというか一歩進んで一歩戻ってる感じ。で隣の部屋は、ここは、あ、でも見たとこかな。そうだね、あの前回子供がいたとこだ。あ、じゃあ物があって塞がっていけなかったけど、その3階が貫通したというか、いけるようになったって感じだね。じゃあ2階もまたこの反対側から入ることによって違うエリアになったりするのでは。あ、でも入れないのか。あ、でも赤い鍵は落ちてる。これもらっていこうね。1階まで一応行けるようになってるか。これ剥がしたりはできないかな。できなさそうだね。ポストも何も入ってないかな。1階も、あ、でも結局これトタンがあって進めないようは変わらずか。あ、じゃあいよいよまた4階とかに進んでいきたいなっていうところか。このやっぱエレベーターのキルキル音なんかすごい不気味なんだけど、何かを引きずってるような音にもちょっと聞こえるんだよななんかヤバいクリーチャーとかに出くわしそうですげえ嫌な気持ちになる。こっちはまだ全く見てないとこ。あ、赤の扉だ。これなら開けられるんじゃない。開けてみようか。そろそろ違う幽霊に出くわしそうだよね。お、待って、フラッシュライト消えないで。まず右側から行ってみようか。こっち側は暗いね。棚があって進めない。奥になんか光ってる鍵だな。この辺は椅子があって窓。うん、ちょっと迷路みたいな感じになってんだな。ここは行ける？あ、くぐったりはできなさそうだな。あ、でも奥にドアが見えるよ。これ不思議な感じ。なんだろう。なんかどっかこう謎解きみたいのをしたらいけるのかもしれないよね。ちょっと戻ってみて。こっち側なんかボタンとかなんかないかな。大丈夫かな。開けるよ。いたらもうそれまでだ。よし。あ、ここは韓国語でなんか書いてあるね。あ、開けられる？入れるわね。不思議な扉だったけど、これは、あ、なんかでもかっこいいアーティスティックな絵。あー、でなんか多い多いって、ちょっと待って、なんかそろそろさすがに出くわしそうだよね。ちょっと前回の振り返りしていこうか。まずカメラのやつは、写真に撮られちゃいけないって言ってたよね。でケビンは、あ、待って、バスケットボールさっきあったね。あれ持ってった方がいいのか。おばあちゃんみたいなキャラクター、なんか顔が赤っぽいようなやつは声を出さない。ハンスはあの猫だよね。これよく見るとだから猫のシルエットになってんだよな、ちゃんとな。ヘッドホンしてんのかなと思ってたけど。で、子供は大丈夫でしょ。ヘンリー。
ヘンリーは口の形をしてるんだね。笑いいっぱいの一日。彼を無視してはいけない、彼を無視してはいけない。この辺あたりがあれかな、ヘンリーとかがいそうな雰囲気はあるのか。あの顔は何なんだろう。ちょっとクリーチャー感もあるけどね。ちょっと手前からでも見ていこうか。隅は特にでもなんもないかな。ここもでもなんか本当に忍者屋敷のような感じだね。扉を開けていこう。うわ、ちょっとヘンリー感あるよね。口だよね、だってこれ。いるんじゃないか、ワンちゃん。無視してはいけないっつってたから。あ、子供だ。子供たちは子供ですだもんね。うわ、あっちはハンスです。ちょっと連れてくんなよ。子供たちが連れてきちゃったのかな。何なんだろう、ちょっと待って。入ってくんのかい。ちょっとずるくない。油断したくなる。ちょっとバスケットボールあったんで、それ持っていきつつ5階に行きましょうかね。これでなんか出くわしたとしてもちょっと大丈夫かもしれない。ああ、まあ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 、あ、でもここまでしか持ってけないのか。じゃあ5階のここに置いとこう。さっき襲われちゃったけどもういなくなってると信じてもう一回入ってみようか。ここ閉めとくこととかできないのかな。無理か。今度じゃあ右側、こっち側は怖い。なんかもう落書きが全部怖い。何この骸骨、髪だけ長くて気持ち悪い。あ、また扉があんのか。奥行ったらなんかありそうだよね。でもね、まあ行ってみるか。とりあえずね、アイテムの一つや二つあるかもしれない。あ、ハンスいそうな雰囲気。うわ、でもちょっといい感じの絵だね。おしゃれじゃない。あ、鍵。待って、行かないで。あ、やめろ。うん、倒した。ブルームーンの鍵、これゲットしたね。すげえ、かわいい絵が出てきたんだ、ちゃんと。お、待って、子供たち、それは何、教えてんのか、ハンスに居場所を。ここ楽しいとこだったよね。うん、そっち行って遊んでな、うん、お兄ちゃんまだこっちちょっと少し見たいものあるから。なんかあるかな。でも可愛らしいね、これ絵が。ちゃんと潰されちゃってる。さっき俺が潰したからかな。え、めっちゃなんか音楽も込み込みで世界観素晴らしいですね。ちょっとディズニーを彷彿とさせるような音楽だね。まあでもまあいいや、とりあえず出ていこうか。子供たちはなんか定期的に見に来てくれるのかな、ね、こっち側行ってみようか。暗くてほとんど見えないけど、でも青の鍵を手に入れたから、それって一番重要だったりするんじゃない。今んとこ手に入れてる確率が一番低いのは青の鍵だもんね。さっきちょっと見たとことかももう一回見たいけどな。あ、ここにやってきたんだ。なるほどね。ああ、ああ何、男の子。待って、これボールが必要な子じゃない。俺さっき確か5階に持ってっちゃったんだよ。当選とされてる。いけないんだ、ボールがないと進めないってこと。怖い。もうちょっと近寄っていい？あ、ごめんね。あ、なになに、あ、負けつかぶせられてる。嘘でしょ。 あ、で戻されちゃうんだ。あー、なるほど、ボール持ってないと通れないよってなって、バケツかぶせられて殺されちゃうみたいな感じだ。おお、怖。あー、でもなんかこのやられるたびに位置が変わったりするのかもしれないね。敵の脇位置が変わってんのかもしれない。であとやっぱあのハンスに関しては出会ってしまったらもうすぐやられちゃう。なんかあれ回避しようがないみたいなところあるわ。ダッシュしても主人公のやっぱスタミナがあんまりなかったりするんで逃げきれないなーっていう印象があります。ここいる？あ、いなくなってるか。さっき当選簿されてたの多分ここだったと思うんだけど、いなくなってるね。6階までじゃあ来てみたぞ。ああ、ボールじゃあ必要ないか。一応じゃあもういいや、置いとこ。こっち6階見てみよう。まだ一切見てないとこだよね。ここは？ああ、車椅子があって、うわ、またなんかここ不気味だな。あ、でもバスケットボールじゃないこれもね。お、何、ちょっと待って、先にメモ帳見てみようか。4月19日の日記。今日もパパは来なかった。実は私はパパがいないのだろうか。学校からずっと電話がかかってくる。ママは着信音が聞こえないのかな。なんで出ないんだろう。ママもパパが恋しいのかな。パパが来たら一緒にバスケをしようね。バスケが好きだと子供の話っていうことは、それこそさっきのあの
男の子、バケツかぶった男の子に関係してるのかもしれないね。ちょっと待って、この子たちすごいついてくるな。大丈夫なのかな、ほっといても大丈夫なのかが分かんないんだよな子供たちは子供ですけども、ハンスはハンスなんですよね。あいつが呼んでんじゃないかなみたいな気持ちになってくるけど、こっちの部屋もなんか迷路見たくなってて、お、トントントンだ。あ、なんかあったぞ、鍵が今見えてた。これもらっていこう、緑の鍵、オッケー。メモ帳かな、丁寧にあった。彼と長い時間話をした。この建物で行われているある信仰についての話だった。もちろん私は宗教には興味がなかったが、その青年はとても興味深かった。宗教の集まりに行けばもしかしたら家主に会えるかもしれない。電話の中の彼女の声は私を驚かせた。彼女とその青年はとても仲がいいようで、彼女の話をする時だけ目が輝いていたからだ。終末論的な宗教観は確かに滑稽だ。私はただ本の中に埋もれて暮らしたいだけのおっさんだ。あー、じゃあまあこれはだから本の中になんかあるよっていうヒントだったのかな。ってなると今の鍵以外にもなんかまだあるかもしれないってこと。すごい、ごめんね、荒らしちゃってね、こんなね本好きのおじさんね。引き出しはこれ引けないのかな。しゃがんでも特に何もないね。本棚はでも本が入ってないと。ペットの奥の方には進めないみたいだね。まあでもとりあえず1個鍵があったよっていうところかな。戻ってみようか。あ、もうほんとハンスがいつ来るか全くわからん。でバスケットボールがずっとなんかドリブルしてるようなバウンドの音が聞こえる。あ、メモ帳。静かにしてください。うるさくて生活できないんです。どうして鉛筆の音がそんなにうるさいんですか？頭痛がひどくて頭がおかしくなりそうです。だって。はあ、玄関先のメモ。ということはなんか静かにしなくちゃいけない可能性がある。あ、あのおばあちゃん。じゃあさらに同じ階の奥の方、これ見てみようか。これは？メモは見れないみたい。なんか入ってみようか。あー、怖い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 。いるな。なんだ？あれはなんだ？あれはなんだ静かにしなくちゃいけないやつか、もしかして。鍵がある、ゲット。ちょっとでもアイテムをできる限り手に入れていきたいところだけど、こっちにでも今ゆっくり歩いてきてたよね。大丈夫なのか、隙間からなんか見える、大丈夫かな。あ、怖っ、いる、どこ、オープン、開けてみようか。ここはラジカセがある。クローゼット、中は何もない。クリーチャーが徘徊してる音する。な、怖っ。引き出しは何もなしだね。待って、静かにしてください、静かにしてください。多分そうだよね、女性っぽいもんね、声が。ああ。何何何、何の音、多分壁のあっち側からだよね。で多分このラジカセ鳴ったらこっちにやつは来る。ただ俺が行きたいのは奥なんだよな。いるね、鳴らしてみるか止めに来るんじゃないか、止めに。そうだよね。でこっち側、はーって気づかれてないから大丈夫、聞かれてない。足速そうだぞあいつはっ、やだ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 、あーすごい怖っ思ったよりもなんかちゃんと怖いナースみたいなやつだったね。でもなんか静かにするっていうのは合ってただろうな。あの角で負けるかなって思ったけど、そんな甘いもんではなかったと。ちょっともう一回6回挑戦したいな、行ってみようか。諦めるには早いじゃい。ハンス、いい、危ねえ、めっちゃ2階にも入ってったなんかちょっと前にさ、去年だっけ、あのスイカが割れちゃったらアウトだよっていう、なんか高いところにひたすら登っていくオンリーアップみたいなゲームでハンスっていうのをやったんだけどそれの名前と一緒なんだよな。あれも高いところから落ちるとハンスって言われるんだけどそれに近いものがある。ハンスはもう死確定。ここか、ここだね、入ってみよう。もう一回行くよ。いるいるいる、まずオープンするだろ、鳴らす、こっち側、オッケー。
は男は何そのカリカリ音は部屋の中にいるのか大丈夫音出してない俺大丈夫音出してない俺頼むラジカセ部屋に行けそう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 いい子だからもうちょっと前に行ってくれ俺の足音が聞こえちまうだろうお前に何がみちみち言ってんだよお前は顔どういう感じさっき襲われた時すらよく分かんなかったなんでそこで立ち往生してるのお願いだからスタックしてるもしかして積んでるじゃんじゃあ俺一歩も動けないのにおい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 子供たちにさ一歩近寄ってみる行くよ子供たちの笑い声はでもしなかったあっ扉閉まったえ待ってどうしたらいいのそれ後ろ行けるかなこの速度ぐらいだったら音鳴ってないっていうことでよろしいですかそういう感じでやらせてもらってます通りますね失礼しますねはいはいあんよが上手もう四つん這いになって進んでる感じですけどもよし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 そのままスタックしててもいいんだよでそこの左角アウトだったこっち側だいや多分止まってるぞあいつ暗開かないあこっち側なのではなんか開いてある冷蔵庫の中あ鍵だ玄関の鍵待って静かにします静かにしますああ襲われるあなんか耳のお面みたいのをしてるおばあちゃんみたいな感じなのかないや今のでも玄関の鍵はあゲットしてるえ帰ろうどこの玄関の鍵なんだろう襲われたとしてもこのアイテムを失わないっていう点は非常にありがたいこれなかったら結構鬼畜難易度のゲームになってそうだよね何度トライになってもちょっとこう受け入れられるところがあるよねちょっとじゃあそろそろ7階を目指していきたいなと思うんでまず4階からこの反対側の方面の場所に行って登って5階でしょで、あの女性がいた6階も、まあ大体なんとなく見たと思うんで、まあ見落としあるかもしれないけど、子供たちちょいちょいいるな。これ6階まで来た。で、この上だよね。で、7階がそれこそ子供たちが行こうとしてた部屋だから、多分なんか正解の可能性があるんだよね。開けていこう。おー、なんだ?フェイクグリーンみたいのめっちゃあるけど。おしゃれだね、でも。色合いがでもちょっと切り替えになってて。ね、ピンクだか赤だかみたいな色合いになってるここのくぼみはなんか気になるけど特になんもないえでもなんか明らかに扉出現しそうな場所だよねここに扉を出現させる方法があるのではなんかそれこそ天国への階段的な雰囲気があるからなるほどそれもなんかヒントがあるんだろうねそれか特定のアイテムとかを持ってないとその7階にその扉自体が出現しないみたいなパターンかもしれないねじゃあ8階見てみようかここは暗いなー相変わらず一部屋ずつ行くよここはあーまたなんかシャイニングで出てきそうな雰囲気のところえなんか食器をカチャカチャしてるような音がするけども時計の音これは隣の写真家の青年ちょっと変じゃない人が話してるのに目を見ないんだよそんな人がどうやって写真を撮ってるんだかとにかく最近の若い人たちは苦しみを知らない自分たちにしか知らないきっと親におんにゃおにゃ育てられたんだどういうことどういうこと可愛がられてみたいなことかななんか韓国語から変換したのがそのままカタカタになっちゃったのかもねはあ本当に心配だあの人はどこに行くんだろうだってということはこれカメラマンのクリーチャーというかそういうのがいる部屋なのかな撮られてはいけないみたいなこと言ってたよね確かねなんかシンクかなんかに流してるのかなあ鍵だねとりあえず1個出てくるよしえ?母言ってんのは?俺?何?俺なのか?開けてみよう。怖い!母すっごい言ってる。
ベッドか、ベッドがハーハー言ってる。なになに、生き霊が宿ってる。クローゼット開けてみよう。なんもないかな。ベッドがハーハー言うてますけども、枕になんかあるか、ズームしてみようか。気持ち悪いベッド。なにこれ、他の場所も行ってみようか。ここは開けるよ。あ、シャワーだけが勝手に流れてるの。存在感だけがあるってやだな。人が今まさにここにいるような雰囲気はあるけど、姿は見えないっていう。で、ここは開けるよ。お皿があるけどね。ティースプーンかなんかこうかき混ぜるような音はするけど、また鍵だ。なんか今ここにほんと人いるのかもしれないけど、幽霊すぎて私には見えません。おう、やめて、ほんと子供たち、ね、帰ってね、うん、ありがとう、いつもね来てくれて。心配だから来てくれてんのかな。隣の部屋も見ていこうね。こっちは何があるかな。あ、トイレを誰かが流している。いるのか、そこ。ちょっと開けたら危ないかもね。先にちょっと一旦こっちの方見とこうか。あ、鍵がとりあえず引き出しに1個あったのと、あとメモ帳かな。彼の言葉に従い、地下室に行かなければならない。ほう、一度に6人以上は乗れない焼却炉だから、私たちの番は明日だ。私は正直怖い。実際これが全てなら、他の世界というものがないのなら、目を閉じてみた。考えた。何か思い浮かべろ、新しいものを。私は何も思い浮かばなかった。私はもうここに未練がなくなった。地下室から今日も変な炭の匂いがする。はあ、なんか11階っていうのはある種天国みたいな場所なのかもしれないね。地下の焼却炉を通ることで何かこう、その11階に行くヒントになってたりするのかもしれないね。はあ、なんだか不気味だけども。しかもなんかエレベーターのことじゃない、そのなんか6人乗りみたいなのもさ。ギリ6人ぐらいなら乗れそうな狭いエレベーターだったけど。で、誰かトイレをしてた場所開けますよ。あ、怖い。なんかある。鍵だ。よし、ゲット。振り返るよ。家族みんなでどうも、出迎えしてもらってありがとうございます。あ、本当に嫌な気持ちになってる。本当に嫌な気持ちになってる。ありがとう。いっぱい住んでたね。みんな焼却炉で燃やされちゃったのかな。さあ、で、扉出ていきつつ、見てないの、こっちか。ここは扉がありそうでいてないという、コンクリになってる。ここは開けられそう。ここはなんだ、いけない感じか。いけなさそうだね。じゃあこっちの扉。うわ、すごい部屋。ここ入っていこう。またいろんな不気味な絵があるけど、あ、待って、写真家の男性、こんな感じがするね。またなんかイケイケな音楽だけども、おしゃれだな。なんだ、音が逆再生するような一瞬演出があったけど、おお、怖い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 。いるのか、何か。ちょっと絵が不気味なんだけど、ひたすらに飾ってあるのが。人形顔ずれてるよ。あ、やばい、危ない。ああ、あれ、写真撮られたら危ないんだよね。オッケーオッケーオッケー。わ、こっち側はなんかまたどっかに出現してるような音する。あー、なんか撮影までのカウントダウンみたいな感じあるか。おーっと、ノーモア、ちょっと待って、やばい、危ない。パパラッチじゃない、回避した。で、一回フラッシュ焚くと違うエリアに行ってるって感じかな。そんな感じがする。スパイダーマンのように壁の上にいたけど。あ、オッケーオッケー。フラッシュ回避して来たんじゃない。まず赤い鍵もらっていこう。とメモかな、重要な写真。あ、これ7階のやつだ。あ、11って書いてある。11階に向かうヒントだよね、やっぱね。で、メモ帳。カメラマンに疲れた私は母の写真を撮ることにした。そういえばそれまで母の写真を撮ったことはなかった。母はパニックになりカメラを掴んで捨てた。カメラの音が怖かったらしい。私が写真を撮るのは自分のもので、失うことを恐れている数少ないものを保存するためだけだ。母を撮り続けた男性の幽霊みたいな感じなんだろうね。あー、なるほど。この辺はあとはもう開かないかな。これ写真撮られるんじゃない。なんかやだな。振り返るよ。あ、怖い。でもここが多分終着点だったんだろうね。なんかでも音楽とともにカメラマンが登場するのおしゃれな演出だったな。
戻っていこうか。あちょっと、ああいっぱいいる。ああそれはさすがに取られるよね。あでも部屋の入り口まで戻された感じかな。ちょっと他にも何かあるか一応見てみる。あなんかでも開けられる。あ鍵もあるにはあるじゃんね。オッケーオッケーオッケー。とりあえずカメラマンの男性がいたところは攻略できたみたいなんで出てきました。特に奥までもう一回行ってみたんだけど何もなかったって感じかな。でもさこのカメラマンのやつの謎解きというか写真を手に入れたことで7階にもしかしたら扉が出現してるかもしれないってことだよね。9階とかもまだ全然見てないもんな。ちょっと気になるよな。あここでも開かないんだ。ベッドキーがないといけないっていうところか。あでここ降りれる。ほう。お子供たちだ。まあ、近いはでも見たもんな。あ、じゃあちょっと一旦7階行ってみようか。それこそさっきのやつ検証してみよう。もしかしたらなんか、その、11階に行くための扉が出現してるかもしれない。ここね。これは？あー、でも、いや、出現はしてないよな。それこそさ、アイテムでカメラとかがあれば、ここをパシャーって撮ったらドアが出現するとか、そういうのはありそうだけどね。アイテム一覧に重要な写真っていうのは持ってるんだよね。ただ、ここでなんかこう照らし合わせたからといって、なんかできるわけでもないのかな。あ、待って。これをさ、扉の形にしてあげるとか。ちょっとこう回転させてあげて。あー、でも違うのか。なんかそれっぽくない？ 11 階に行くための扉に、こう、縦で合わせてあげるみたいなとか。それっぽいなと思ったけど、なんかうまく合わないし、特になんかスポットはまらないから違うんだろうな。でもなんかちょっといいとこは行ってそうな雰囲気はあるよね。はい、ということで続き気になるところなんですが、今日のところは一旦区切って続きはまた次回やっていこうかなと思います。 11F 今後の動画更新気になる方です。チャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。皆さんの感想もぜひコメント欄で聞かせてください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。いつも皆さん高評価やコメントありがとうございます。ファンレター支所箱の詳細は概要欄をチェック。今年中のリリースを目指して現在アルバムを鋭意制作中。制作の舞台裏はメンバー向けラジオで公開しています。いつも動画を見てくれてありがとう。